はい、どうも、こんにちは、こんばんは。夜遅くまでゲームやったことありよって人はご紹介、どうも、セルフィーです。ということで、今回はなんですけど、皆さん、クロムを覚えていますか？まあ、シーズン1でのね、途中で、まあ、追加された、まあ、謎のね、生き物、クロムボなのですが、まあ、それがですね、シーズン2で、まあ、いなくなってしまったんですけど、ただね、僕、こいつ、どっかいるんじゃないかなと。突然ね、だって、このマップ上でね、どこかに行くって、おかしいじゃん、だって。多分、そんな年数も経ってないと思うのよ。まあ、なので、ちょっと今回はですね、まあ、クロムボをもう探しに行こうかなということで、もう見つけますよ。諦めません。本当にどうにかしてクロムボと僕はね、会いたい。クロムボの居場所を知りたい。この動画を見てる人の中にも この同じ気持ちの人が一人でもいるのではないかということをね、信じて早速やっていきたいなと思います。さあ、ということで早速探していきましょうか。てか待って、このグライダー良くない？これこのグライダー見てて、ほら超かっこよくない？このグライダー今日売ってるんですけどね、皆さんもしよければ買ってください。クリエイターサポートゼルフィーで。ということで、まあ僕がね、考えるいる場所なんですけど、まあ、マップのね、シーズン2で変化したところを、ちょっと探し回れば見つかるんじゃないかなってことで、じゃあまずここのね、傷ができてるところからちょっと行きたいなと思います。ここすごいよね、ここ、何？IO との戦争があったの？セブン VS IO の戦争があってさ、なんか、何これ、どうせやったのは IO でしょ？この、なんかすごい傷。これやばいでしょ？これだって、ドーンって掘ってきてこうなってるわけでしょ？しかもそれが3つってさ、これやばい、やばいな。あ、そっか、前までそういえばここに基地あったのか。なんかそれが破壊されてる。あ、でもあっち無事なんだね、ほら。あっち無事でこっちがぶっ壊れてんだけど。どういうことや？エイム悪すぎるでしょ。なんであっち当てないの？だから多分あっちの方が僕大事な基地だと思うんだよな。まあ、ちょっとそこ、ああいうバカだよなと思うんですけど。クロムボ？でもワンチャンこのさ、クロムボが爆風に巻き込まれた可能性はある。え、ワンチャンあるくない？ここにたまたまいてバーンって。いや、ちょっとその可能性あるな。いや、でもただここにはクロムボの気配でしたもん。クロムボ自体ここに来ないもんな。いや、まあでもただここににはクロムボの気配はないっすね、ちょっと。さあ、次の場所はですね、シナプスステーション行きます。シナプスステーション。ここね、シーズン2で新しくできた街なんですけど、ワンチャンさ、クロムボ自体もさ、ここら辺にさ、スポーンしてたじゃん、前まで。いたよね、ここら辺にクロムボ。スポーンしてたから、ワンチャンいるんじゃない？ここ。なんか隠されたりしてない？なんか隠されたものとかなんかないかな？クロムボのヒントとかない？ここら辺。いや、クロムボね、あいつ本当に殴ると、なんかたまに怒っちゃったりしたけどさ、なんか食べ物あげたら、なんか武器とか吐き出してさ、ね、僕も武器だけ縛りやりましたよ。クロムボが出した武器だけ縛りやりましたよ。本当に懐かしいっすね。いや、また会いたい。最初はなんだこいつと思ったけどさ、やっぱね、ずっといるうちに愛着って湧いてくるものだよね。もう帰ってきてほしいもん。消えて今めちゃめちゃ悲しいもん。クロムボがね、いなくなって悲しいよって人は高評価教えてください。さあ、こっち側も見ていきましょうか。なんかお前ヒントくれない？なんかちょっとさ、サイエンティスト、ちょっとヒントくれん？おい、かっこよく決まってるな、筋肉自慢。ふざけんなこいつ。ちょっとね、クロムボのこと保護とかしてないの、サイエンティスト。ちょっと、ここら辺にいたじゃん、クロムボ。結構、クロムボってね、絶滅危惧種とかじゃないの。だって、マップに2体しかいなかったんだよ。って考えたら、あいつ、超絶滅危惧種じゃん。2体死んだらおしまいよ。結構体力あったしね。あいつが死ぬことはないだろうね、ほんとに。クロムボ、どこ行ったんだよ、クロムボ、ほんとに。ここら辺にいないか？いないな。ほんとに会いたいよ、クロムボに。あ、こっち側だ、僕、こっち行ったことない。こっちにワンチャンない。こっちにワンチャンクロムボいませんか？クロムボ、どこだい、クロムボ。クロムボ、いないな、クロムボ。え、てか何？これ何作られてんの、これ。なんか作られてる。え、なんか作られてない？ほら。え、なんか作られてる、これ。これなんだ？ほらほらほら。え、お前が作られてんの、これ。弾薬箱が作られてんのか？なんか動いてるよ。え？こんな、なんかよくわかんないのあったんだ。え？なにこれ？なんか作ってるサイエンティストみたいなマークある。いやー、まあ、ただここにはなー、いなさそうだなー。ちょっとクロムボちゃん。いや、多分マジでクロムボを今探し出そうとしてるのは、この全世界で僕だけよ、多分。いやー、じゃあちょっといなさそうだから次の場所行こうか。僕はここまで来ても諦めない。全然まだ諦めてないよ。まだ希望があると信じている。さあ、ということで続いてはサンクチュアリですね。サンクチュアリ、ここね、ゾウがもうぶっ壊れて、ほら、頭の木があそこ残ってるんですけど、ここら辺とかにさ、いない？ちょっと保護してないのさ、セブンさ。ここもともとセブンの島だからさ、セブンとかがするの何？保護する役目とか持ってんじゃないの？ちょっと違うのかな？ちょっとなんか、ワンチャンないかな？サンクチュアリとかに、そのクロムボのさ、居場所がさ、乗った座標が、居場所の座標が乗ったさ、なんか地図みたいな、落とし物の地図みたいなのないの？なんだここ、なんか入れそう。ここなんか入れそうじゃない？セブンの人がそうウィーンってしておりそうじゃない？おお、なんかまたなんかある。なんだこれ、すごそう。クロムボ、クロムボいないかな。あ、ファウンデーションいる。ちょっとファウンデーション、ちょっとクロムボの居場所知らない？ちょっとファウンデーション、どこだ？あ、いたいたいた、ちょっと
クロンボの居場所教えて。ルーパー、何か報告か。違うんだよ、違うんだよ、報告じゃないんだよ。クロムボの居場所教えてほしいんだ、おめえ。クロムボの居場所が僕は知りたい。ちょっとサンクチュアリもちょっとな、セブンがちゃんと保護できないっぽい。ちょっと飛行船でも行く？ワンチャンさ、この飛行船とかに捕獲されてる可能性あるよ。で、クロムボがスポーンした場所ってここら辺と、確かここら辺で、一番近いのが、ロッキーリールズがね、一番近い。クロムボがスポーンした場所に。だから、ロッキーリールズの飛行船にもしかしたら、捕獲されてる可能性がある。そこに行こう。さあ、クロムボ、助けに来たよ。クロムボ、もしそこにいれば僕が助けるから。クロムボどこだ？さあ、入ります。さあ、クロムボ、奪還大作戦。おめ、クロムボどこにやった？てめえ、クロムボどこにやった？おい、場所を教えろ。なんかすごいぞ、これ。なんか UFO、あ、違う、宇宙船だったわ。なんかすごい計画してる、これもこれで、ほら。これすごくない？ほら。これ結構重要な情報じゃない？もしかすると。今後重要になってる。ほら、なんかレーダーある。何このレーダー？謎のレーダーあるんだけど。この辺の折れ線グラフみたいなのもあるし。何これすごっ。ここにほら、同じの書いてある。これなんだ？本当に、わけわかんない。なんかすごいな。あ、これ待って、こんな下まであんの？ちょっと僕、下行ったことない。おい。クロムボを出せ、おい、てめえ、クロムボを出せ、おい、どこにいるクロムボ、おい、クロムボ、ちょっと、ここら辺、ここまで行ったことない。あ、ワンチャンいそうじゃない？ワンチャンいないこれ。こういうところに閉じ込められてない？ちょっとクロムボ、僕はクロムボを本当に救い出したい。くっす、ここダメだ、壊せないところだ。すごい、なんか椅子あるよ、ここほら。椅子あるのすげえ。結構ちゃんとしてね、なんかやばい、危険なマークがある。なんだこれ。危険なマークある。さあ、ここ、あ、ここ操縦の席だ。こんな操縦席あんだ。もうここまで初めて来たかも。すごい、なんかレーダーとかある。これ何の意味があるの、このレーダー。なんかすごいけどさ、なんだこれ。このもうロケットが、ロケットじゃ、これ飛行船だったのか。飛行船、何これ。何の情報出てんの。ガソリンとかそういうのかな。ちょっとここら辺にもいなさそうだな。今シーズンさ、そういえばなんかこの、ザ・ホール、ドリルのところもあるじゃん。ちょっとここ行こう。ザ・フォートレス、これ。ワンチャンあるって。どこだ？西の島か。西の島行こう。さあ、クロムボ、助けに来たよ。ここのどこかに保管されてるんだろ、お前は。お前のことを助けに来た。どこにいる、クロムボ。さあ、今度こそ助けたいが、ちょっとまずはね、邪魔者を排除しなければならない。ここに邪魔がいるだろう、多分。いたー！てめえだ！おい、クロムボどこにあった？ちょ、待って、おめえも、部下だからって。おい、なんか変な契約してるのかもしれないけどさ、秘密を言っちゃいけないな。おい、殺すなよ。まあ、スローンっていう一番邪魔なやつは倒せたんで、ちょっとね、このドリルを探索しましょう。探させてくれ、クロムボの居場所を。さあ、その前におめえをやる。クロムボどこだ？またこういう、なんかわけのわからないシャッターみたいなのがある。なんかやばい、足音がする。やばい、バレた！潜入がバレた！やばい！おめえ、潜入がバレた！クソ、やるしかねえ。キャナイ、やるキャナイだ、これは。キャナイ、やるキャナイ、オッケー。まだいる。はい、オッケー。よいしょ。すげえ、なに？これも椅子あるよ、ほら。ここも席がある、ほら。ちょっと邪魔は全員倒しておこう。邪魔は全員倒しておいて、オッケー。もうこれで邪魔はいないな。もう存分あされるぜ。いねえか、ちょっと。こういうところにヒント乗ってるかもしれない。隅々まで見ていこう。なにこれ？ここでも飛行船管理してんの、ほら。ここでもなんか飛行船管理してる。1、2、3、4、5、6。あ、すごい。このモニターに映ってるさ、この1、2、3、4、5、6と、マップにある飛行船の数一緒だから、ここで全部の飛行船管理してるんだ、多分。そうっぽくないっていうか、絶対そうでしょ。ここで全部の飛行船絶対管理してるって、これ。同じの表示してたらバカでしょ、こんな。金かけすぎだよっていうね。無駄金すぎるでしょ、そうだったら。なにこれ？なんか暗号ある？なにこれ？なんかパスワードあるよ？なにこれ？壊しちゃった。どうやって入力するの、これ。燃やせば入れない？燃やせばなんかできない？燃やせば押せない、これ。いなさそうだな。こんなところに入れないか、クロムボ。じゃあ次どこだ？なんかティルテッドも結構変わったイメージある。飛行船が追加されたところは結構あるんだけど、なんかティルテッドとか特になんか変わったイメージあるから、次ティルテッド行ってみるか。クロムボ、今度こそ君の居場所が分かったかもしれない。ティルテッドにいるんじゃないのか、クロムボ。なんかティルテッド、なんか愛用、なんか気持ちちょっと多い気がしない？気のせいかもしれないけど、なんか気持ちちょっと多くない？あ、てか待って、こことかもほら見て。ここ IO のなんか基地にされちゃってるよ。ここに秘密があるかもしれない。探ろう。しっかりとね、潜入していきますよ。でん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 。よし、こっち問題なし。よし、問題なし。よし、クリア。スライディング。さあ、どこにヒントが残っている？なんだこれ？なんだこれ？またさっきのパスワードだ。ここもなんか、いやー、ここなんかちゃんと、セキュリティがしっかりしてるから、ここ天才ハッカーじゃなきゃ、ちょっと情報が読み取れないな。なんか情報はないのか。ちょっと反対側も行ってみるか。こっち側に何か情報ないか。全部同じ。ちょっとやっぱセキュリティがちょっとちゃんとしっかりしてる。さすがや。ワンチャンこの、ちょっと上、もう一回飛行船見に行こう。ここの飛行船にまたなんかヒントあるかもしれない。てか待って、もうティルテッドが完全に IO のものになってるんだけど。
みんなのものじゃないの、このチルテットってさ。シーズン2ぐらいに追加されたさ、もうみんなのさ、降りる場所じゃないの。なんでアイオンのものにしてんの。アイオン許さん、マジで。よし、とりあえず上行きましょう。はい、バーン、バキューン。あ、届かん、なんで。よし、届くところに来たぞ、レッツゴー。さあ、また潜入します。さあ、潜入します。でんでんで、お、やばい。でん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 、オッケー。さあ、スライディング。さあ、待って、またここに赤いパネルがある。これ書いてあること一緒か。いやー、なんだこれ。あー、一緒だ、一緒だな。この飛行船の情報がある。これ壊してやる、壊せ。よしよしよし、ちょっと意地悪だけして壊して。ちょっとやばい、ミサイルある。なにこれ。え、ミサイルあるんだけど、これやばくない、ほら。ちょ、壊してこう。ミサイルも危ない、これ壊してこう。危ない危ない。くっそ、ただここにもちょっといないっぽいな。じゃあここじゃなかったらもうどこやねんって。でも飛行船はね、全部一緒なんだよね。あ、でもちょっと待って、コマンドキャバンのさ、飛行船ちょっと違くない？わかんない、ちょっと、一緒かな、一緒かな、ちょっとわかんない。わかんないなら行ってみよう。クロモボがいるかもしれないから、行きますじゃん。さあ、クロムボを探して35年。クロムボの場所を特定してみせる。ほら、なんかほらほら、やっぱここなんかしっかりしない、結構。あ、これ待って、コマンドキャバンの下もちょっと怪しくない？やばい、なんかいる。ちょっと待って。あ、やばい、ちょ、玉切れ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 。あー、やっていく。いや、ワンチャンこれさ、コマンドキャバンの下の町もさ、ワンチャンある。ちょっと、この上の飛行船見たら下行ってみよう。ちょっと待って、一応スキャンしとこう。ワンチャンこれでクロムボが現れるかもしれない。くそ、いないな。では、でも敵の数が見えた。敵が2人いる。オッケー。じゃあ、これに気をつけながら、クロムボを探しに行こう。はい、でん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 。くそ、いねえな。くそ。あいつらどこに隠しやがった、クロムボ。で、ここ結構深いな。ここ結構深いな、ここ。え、何ここ、ここにもさ、こんなんあったの。あ、やばい、敵がいる。やばい、あいつ、あいつやばい。あいつを倒さなければ、ここの探索はうまくできない。まずい。あいつ、テレポートしてくるからな。気をつけて、気をつけろ。はい、気をつけて、はい、気をつけながら、はい。はいはいはい、クソイム。はい。やばい、やばい、来るぞ、来るぞ、来るぞ。お前、近い。痛い、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 やめろ、お前。お前、やめろ、お前。はい、はい。はい、おめえに逃げ場はない、死んでもらう。よし、じゃあこの飛行船も他のところと一緒なのだろうか。ただボスがいるってことは機密情報が隠されている可能性がある。さあ、どこだ。あー、これも一緒だな。うわ、ここもなんか一緒っぽいな。一緒、一緒くせえな。くっそ、全部一緒っぽいな。あ、待って、ここから落ちる。さあ、また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 潜入します。さあ、今回何度目だ、なんか3、40回目の潜入。まずは、まずやっぱあのボスをやんなきゃいけない。はい、でん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 、ふっ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 、ボス撃ち取ったねー。これでおめえらも終わりだ。ここは私が乗っ取った。考察の人の動画で見たんだけどさ、でここがさ、繋がってるんでしょ、そのインポスターズのマップに。あのインポスターズのマップがセブンの基地でさ、ワンちゃんここに連れて、ここに乗せて、下に連れ込んだかもしれない。そしたら救いようがない。ちょっとここら辺とかにいないの、クロムボ、ちょっと。え、でもここら辺、なんだ、前と変わってないんだよな、正直、この基地の中は。基地の中、前と変わってないよな。え、何この、変な絵。怖っ。この絵柄変わった？絵柄変わってないから、何調査してるんだか、これ。何を調査してるの？あ、待って。え、これさ、シーズン2でコマンドキャバンで変わったところって言えばさ、ここだよ、これ。このでかい扉。え、しかもでかい扉だよね。ほら、このでかい扉って僕なんか前聞いた時さ、なんか変な音になったんだよ。ちょっと待って、行ってみるぞ。あ、なんか、グワーみたいな音なんだかって今。え、今なんかグワーみたいな、ちょっと恐竜っぽいさ、音なって、なったってこと？え、ワンちゃんこの中にクロムボいるぞ。はい、ということで、ちょっとね、今僕と同じね、クロムボを追い求めてる人がいないかっていうのをね、調べました。そしたらね、全世界に僕しかいないってさっき言ったんですけど、いて！なんとこんな映像がありました。見てください。これやばくないですか？だって。もうこれ絶対 IO の基地じゃん、ここ。さあ、絶対 IO の基地じゃん。で、中入ったらさ、クロムボがいんのよ。これ絶対もうさ、あいよ、この扉の中とかやってるでしょ。動画ではなんかさ、飛行船表示になってるけど、飛行船見たけどいなかったから、いや、ワンチャンこの中で、この映像みたいになってる可能性はある。いや、ワンチャン僕、クロムボこの中に、いる説を唱えたい。で、ワンチャンクロムボ、なんかもう死んだ説があって、ちょっとこのロード画面を見てもらえればわかるんだけど、ここに骨あるじゃん。このさ、顔の形的にさ、これ多分クロムボの骨なのね。だからワンチャン、これ掘ってる過程でクロムボ死んでる説もあんの。だから、ちょっと、まずね、ちょっとクロムボ探索ワクワク探検隊ちょっとね、完全にね、生存してるかっていうね、ちょっと実験報告はできないんですけど、またね、クロムボの情報がね、集まり次第、皆様にね、お伝えしようと思うんで、クロムボが帰ってきてほしい人はチャンネル登録と通知にしておいてください。そしてこの動画が面白かった人もチャンネル登録と通知にしておいてください。そして、もう、とりあえずチャンネル登録と通知にしておいてください。それでは、終わります。クロムボ、待ってるからな。